どうもお疲れ様でございます。はい。どうもお久しぶりでございます。本当にお久しぶりです。始祖森林王国観光協会の公式インスタグラムの中の人、もみたにさんでございます。もうね、もみたにさん、知らん間にめちゃくちゃメジャーになってまして。サンテレビにも出るし、なんか最近なんかツアーを組んだ。そうなんです。あれ、どことコラボしたんでしたっけ？兵庫の旅行系インスタグラムナンバーワンの方、ココット兵庫さんっていう方と、あと新規バスさんと、ここ3つと、あと日本インフルエンサー連盟と、この4人で組んで、思想誌で、そのココット兵庫さんのフォロワーさんをメインターゲットにして、で、その方にオフ会というような形で、なるほど。兵庫さんに会いに来ようみたいな。そういうツアーなんですね。そうなんです。すいません、さっきお聞きした日本インフルエンサー協会ってあんの？あ、連盟、はいはい、そんな存在するみたいな。そんな初めて聞いたわ。はい、僕もちょっとそのココット兵庫さんとのつながりで、その連盟の副理事、副会長の、ね、ごめん、いつの間にそんな役もやってんの？いやいやいや、そんな役まで行ってないですけど、その方ともつながりができまして。なるほどね。はい、お声掛けいただいております。はい、承知しました。で、ここはですね、思想誌の芳賀町になりまして、なんかこんなんできてるんですよ。そうなんですよ、つい最近できたんですよ。ハガタウンって書いてるんですけど、ここは何になるんですか？ここはですね、ハガ町がメインになるんですけども、まあインフォメーションセンターです。ああ、観光案内所。なるほど。っていうのとプラスおにぎり屋さんが入っております。中に。そうなんです。この中に、まあ、観光案内所とおにぎり屋さんが入っております。はい。この道路って国道29号線になるんでしたっけ？あ、そうです。ここ国道29号になります。はいはい。こっち行ったら、こっちの方行けば、本水湖。なるほど。湖がある方ですね。で、こっちがこの姫路方面。そうですね、姫路の方面になります。あそこはね、姫路思想千草とか書いてますもんね。そうです。なるほどね。じゃあ、はい、入らせてもらっていいですか？どうぞどうぞ。行きましょう。行きましょう。もうこのね、シナリオもなくこの撮り始めるというこの我々のスタイルね、はい、こんにちは、お邪魔します。あ、ここなんですね。めちゃくちゃおしゃれじゃないですか。え、ここがインフォメーションセンター？インフォメーションセンターのスタッフの方になるんですかね？そうですね、はい。え、ここではどんな案内がいただける感じなんですか？もっと近づいていいですか？はい。あ、これチラシ類いっぱいありますね。まあそうですね、まあ芳賀の、まあ、メインは芳賀の、うん、観光情報だったり、芳賀、はい、が今頑張って取り組んでること、これね、芳賀森林鉄道です。そうですね。もうこれは2024年の10月の26日に、678メートルに延伸完成するというふうに伺っております。はい、これあのその日はあのあれですか、もみちゃんはなかなか来れない感じですか？26日に僕も行かせていただきます。 はい、ありがたいじゃないですか。はい、だからあれですよね、思想誌全体として力を入れてる一つの取り組み。そうですね、はい、もう本当に情熱を注いでおります。 ですよね。ね。で、あのもう一個聞きたいんです、ちょっとよくわかんないですけど、これなんですか？このいいところに、いいところで思いっきり目立つもん。これゃれこれだって芳賀町の芳賀じゃないの？そうですね、ザキク芳賀タウン町のグッズになります。芳賀タウン。いや、来てるよ。あ、ほんま、来てますやん。おいくらぐらいで、 T シャツっていくらぐらいなんですか？ T シャツが、まあ、税抜き3500円で。はいはいはい。あります。はいはいはい、まあ、それぐらいの価格帯で、うんうん、トレーナーと。あ、トレーナーいいね。トレーナーでおいくらぐらいなんですか？税抜き5600円。あ、なるほどね、はい。承知しました。バッグみたいなのもあるんですね。はい、エコバッグも。エコバッグね。なんか、洒落てるよね、これ。そうですね、まあ。エコバッグだったり、まあ、スポーツバッグの代わりとしても使えるような。あとこの帽子もおしゃれですよね、はい、キャップ。これ農家のおっちゃんかぶってるんですか？これ手袋もまさしくね。あ、これね、これね、農家のおっちゃんがこうして、ちょっとかぶってみ、ちょっともみちゃんかぶってみてもらっていいですか？せっかくなんでね。これだから暑さ除けも兼ねてるってこと？そうです、本当にその芳賀町の人が、なるほど、着れるような、まあその農作業で使えるような、そういうコンセプトも考えてこういうの作られてる。そうです。 また似合うやん、もみちゃん。似合ってます？似合ってますよ。何ですか？でもすごい日差し全然感じないです。実際そういうもんなんですか、こういうあの、ね、日がね、うん、そうね、
了解です。いや、僕も農作業できますでこのグローブつけてもらったらもう完璧です。これさ、グローブにも刃がって書いてんねんもんね。細かいな。細かいわ、はい、ありがとうございます、はい、で先ほどもみちゃんにご紹介いただいてたおにぎり屋さん、おにぎり屋さんがここなんですよね。はい、どうぞ。これお店の名前は、あ、すごい、歯が、歯が、小にぎり、ね、あ、こんにちは、どうもご無沙汰しております。お久しぶりでございます。あの、私はね、何回かお話しさせてもらってます植木さんという方、はい、名前言うとあかんの？大丈夫。あの、もみ谷さんがおにぎり食べてるシーン、私しっかり拝見しました。ちなみにどれがおすすめなんですか？僕のおすすめは、そうですね、塩こじサーモンはもう外せないなっていう。これがなんか一番人気で聞きましたね。いやちょっとね、うん、で実際食べて僕の感想とすれば、うんうん、あのコンビニのおにぎりっていうのが多分おにぎりって言われたらすぐ出てくる、はいはい、頭の中、はい、口の味の中に記憶にあるんですけども、はい、それを思って食べると衝撃受けるぐらい、あ、ちょっとレベルが違う。いやちょっともう桁違いです。あ、本当にそうなん や。ほんで右からエビマヨ、これ花山椒って読むの、花山椒。ほんでたらこクリームチーズ、ツナマヨ、粗挽き胡椒、昆布アーモンド、燻製梅干し。じゃあ私はあの塩麹サーモン、どうしようかな、もう一個食べたいな。いや、やっぱここね、小にぎりって名前だけあって、はいはい、ちょっと小さいサイズなんですよ。そんなに2個食べても罪悪感ゼロです。なるほど、はい、カロリーゼロではゼロではないけど、はい、なるほどね、あの罪悪感がゼロ、はい、それいいね。それ新しいネタですね、はい、じゃあもう一個どうしようかな。まあもう一個やっぱりエビマヨ花山椒、はい、はい、じゃあ一個ずつお願いします。中野さんどうする？はい、私もじゃあ塩麹サーモンとエビマヨ花山椒。みんな同じやつ頼むとよ。いや、おすすめはやっぱりあのね、はい、僕はもうじゃあ次昆布アーモンドと、おー、あのたらこクリームチーズ、このね、用途、あー、なるほどね、和とね、和とガチャンとなって、確かにたらことクリームチーズなんか見たことないね。パスタ、パスタって意味。はいはい、じゃあよろしくお願いします。これ握ってるところって今こっから取らせていただいてもいいんですか？大丈夫ですよ。ちゃんと消毒して。植木さんはね、東京でお仕事されてた時に、はいはい、当時のなんかニックネームみたいなのがあって、タルト君ねえ、そうやんね、これ見てくださいね、はい、お、あ、ほんまや、言うやろ、タルト。いつそれこんなんやん、2024年10月20日知らんかったわ、こんなんやんねや。そうです、丁寧に仕事してるやん。いやいや、ね、イケメンですよね。あの握る瞬間がやっぱちょっと、ちょっと違うなと思います。え、これってね、別に修行みたいなの特にないもんね。ないですけど、うん、2ヶ月間、やっぱ練習したの？練習しましたね。ずっとおにぎり食べてたらしいですよ。なるほど、修行期間ね、ほぼほぼもう3食おにぎりなんじゃないかっていうぐらいね、うん、これね、ちなみにあのこの奥はこうバックスペースっていうか、あの職員さんが入られるだけのスペースがあるんですよね、多分ね。そうですね、一応まあ厨房が、はい、なるほど、ありまして、そこに唐揚げができるような設備もありますし、料理ができるスペースがあるんねや、だから唐揚げもできんねや、はい、インフォメーションセンターってすごい、でここで食べていいんですよね。はい、大丈夫です。これ食べんのに別にお金払わなくていいんですよね。はい、ここさえ払って、ここさえ払ったらええねんね。めちゃくちゃええやん。これ多分あれですか、地元の方もまあまあ来られる感じなんですか？そうです、ありがたいことに、まあ、この周り結構あのお店というか会社が結構あるんで、はいはい、まあ、そのお昼に買いに来られたり、この近辺の会社の方がお昼おにぎり買いに来たりとかね。そういったら別のイベントとかでその20個注文されてお昼に20個、ね、それぐらい、そんな注文されることも、だから事前に、ね、予約しとったらええねんもんね。事前に電話で植木さんの方にお伝えいただけたら、はいはい、まあ、その時間までに。これは現金でもいいんですか？いや、カードも使えますし、PayPay とか QR 決済も。あ、現金で支払ってもできるんですね。す、はい、了解です。これは何ですか？胡椒？これがホワジャオですね。花山椒。あ、それがこれね、エビマヨ花山椒ね。エロさ感じましたね。お前ね、なんかあれなんですよ、植木さんのこの腕が実は筋力がほら、腕太くて、これ米作ってる人はワンプッシュがしっかりしてる、ね、ていうか植木さんあれ畑、はい、そういえばその後どうなったの？今収穫して、ほう、派手なおにかけて、あの今干してる。そうなんですよ、あの芳賀町で田んぼをお借りして確か耕してたんですよ。あれ、去年のな、え、
今年の夏か。今年の夏、ね。そうですや。もう収穫なんや。そうなんです。今も脱穀に。なるほど。毎週水曜日と木曜日はこのインフォメーションセンターお休みなので、当然君人入りも休み。そうですね。で、インフォメーションセンターの営業時間って何時から何時なんですか？なるほど、10時から17時、夕方の5時までということになっております。さっきもみちゃんのおっしゃるように罪悪感なし、はい、罪悪感持って食べるもんではない。そう、カロリーなしってちょっとうさんくさいから、うん、罪悪感なしって気持ちの問題やからね。3時のおやつ、あ、そう、3時のおやつに、いいね、3時のおやつにおにぎりなんて贅沢ですよ、ね、いや贅沢。米も思想種のお米使って、はいはい、こだわった具材を使ってやってる。あ、米もやっぱり思想種の米なんや。はい、意味かな。思想というかもう芳賀町の。あ、芳賀町。ほんなもう地元やまさしくね。まあでもね、こうやってね、芳賀町の方々は決して先輩方、我々の人生の先輩方だけではなくて、こういう若手の方々にも受け継がれた。あ、もう届いちゃいました。じゃあいただきましょうか。